佐久間かなえ日本語の言語理論端書き。ここは1935年この方俺に触れて記念論文集や学会記念機関誌に寄稿した言語理論関係の論文の類別編集を試みました。日本語の科学的解明の方程について何ほどかの見極めをつけようとしてこれまでにたどった工程のそのささやかな道標とも慣れかしとこれを世に送る次第です。1934年に出た日本語の言語理論的研究では年代順に当時までの論文を配置してありますがその後長い間絶版のままになっていました。今度その容積においてほとんど倍増するに至りましたが実質についてみれば新たに構造の立場に明確な見通しが示され論理の問題について積極的な主張が打ち出されたほか他の諸項目にあっても補足が加えられ新しい構文論への展望が掲げられています。また、構文論の建設は目下当面の仕事として、別個の著作に結実したいと念願しています。ともすれば、泥に足を取られそうな、いわゆる境界領域の人跡未踏の沼地に踏み込んだり、原始林の越した案に見通しもないままさまよって、ふと目に入った炎の明かりに生気を取り戻したり、その挙句やっとたどり着いた、これは小高い峰の展望台です。かつて登りついた、尾根の一角で元気よく上げたヤッホーの声に思いがけなく昭和する投稿の伴侶を得たことは大きな励ましとなりました。今再び何がしかの同行者を天地四方のどこからともなく呼び出すファンファーレの役目をこれが果たすならとそこに何分の期待を託して1959年8月著者1位構造の立場1位一般言語学の動向近頃各班の事項にあたって活気を呈しているように見える若いアメリカ学会への関心が我々の間にも富に深まってきていることは事実と認められる。言語学もご多分に漏れずアメリカでの著しい進展ぶりが紹介されもし注目されもする。特にその独特な開拓の方面に即応して異色のある方法論を打ち立てようとする企てには確かに注意すべきものがある。近似の一般言語学の変への傾向が鮮やかにそこに反映されていわゆる構造言語学ないしストラクチャリズムがアメリカの特性ででもあるかのように思い込ませさえする。アメリカインディアン語の克明な裁縫と整頓さらにそれの遂行に伴う方法の考案と反省とによって到達した記述言語学の形成はアメリカ学会の一つの大きな寄与であるに相違ない。そこに言語学の20世紀的な風格がはっきり浮かび出していることもとくと認められよう。だがその動向を科学思想史の観点に立って眺めてみるとこれは一般言語学の振動の一面をさらに言えば人間科学文化科学の動きの一角をアメリカ流に発用したものに他ならずいわば全般的な人間科学文化科学改定の一つの変装局に過ぎないもので他の諸国のまた他の分野における学問の真運と無縁に孤立して現れたものではないことを知らなければならない。諸言語に対する実証的具体的研究はますます盛んに行われて豊富な業績を積み上げるに至った。 それは内容から見て多範である一方数量から見て驚くほど大きく特殊な題目に対して美に入り才をうがすと言われるようなものもしばしば見出される。ところが研究が日常にまんべんなく諸般の問題に対して施されているというわけではないのですこぶるデコボコ出入りができている。もちろん学術進展の一時期に現れるやむを得ない不均衡と見るべきものだろうが中にはその程度の甚だしいものが目立つことを免れない。これら多くの業績の集積のうちにしかも多くの新進学徒の興味をそそる事柄は過去数十年前まで言語学が伝統として受け継ぎ守り続けてきた方法と目標とについての変革の傾向や将来のこの学の在り方を決定する学的態度の問題に集中される。この動向は言語科学的研究それ自体の内部からおのずから生み出されたという一面も確かに認められるが、他の一面では人間の究明、文化科学の一般的要請と科学思想の潮流の勢いとに押されてきたところも少なくない。しかも、言語現象の領域で到達し得た科学的知見は、翻って、諸他の文化科学ないし哲学に対してしばしば問題解決の重要な鍵を与えることもある。それらの点を眼中において20世紀前半における言語学科学発展の心歩みとそれの目指す到来の標的をと探り求めることとしよう。
ここでジャーナル・ドゥ・フィジオロジーの20世紀の心理学特集に収められたバンベニストの一般言語学の近似の傾向が主として紹介され、関連を持つその他がここに参照される。1930年代になって言語学はその理論的立場について自分の領域のうちに鮮明な革新の狼藉を確認した。プラハに掲げられた音韻学派の旗印は世界の学会に大きな関心を引き起こしたが、今では広く一般教科の面まで浸透してきた。音声学と音韻学との対立、それをめぐっての多少の論争だが、それも一層適切な定義づけを得て解消され、安定がもたらされた。一般言語学の提唱とともに共時性の面を前景に押し出すことによって、19世紀から20世紀初頭へかけての言語学に特色を与えた歴史的な研究態度とは全く趣を異にする別個の道を踏み出した言語科学が順当な成長の歩みを続けて今日に至ったが、通じ性の面は以前と別な角度からの検討を受けて新しい性の息吹を吹き込まれるに及んだ。音韻学科と一般言語学科とのおのずから呼応する科学研究の態度のうちから、敬語的と協力の機運が盛り上がって、そこに結実したものこそいわゆる構造式言語学に他ならないと見ることができよう。20世紀初頭における言語学の科学史的展開として、これは明確な目標の自覚のもとにスタートを切ったのだった。必要な見通しとして歴史的変化を、言語事実の説明原理として継続性を念頭に置いたこと、言語を多くの孤立した要素に裁断し、その括弧について固有な進化の法則を尋ねたこと、そのあたりに歴史主義の主な特徴を認めることができる。もっともこれとは別な性質の原理、例えば類推、同化などの要因も認められはした。だが音韻や語形の起源、古い形への素源、そうした方向への関心が大きな比率でこの種の言語学研究者たちの心を占めた。これは一つには当時学会の各分野を管理していた進化論的発想から来ているが、また他の一方では文献学からの伝統によって築かれた言語学の地盤の関係から規定されたのに他ならない。19世紀の生んだ輝かしい申し子、比較文法学が尊重されればされるほど、指摘というその特色をやがて言語学の本来的な必然的な性質でもあるかのように思い込む学会常識が根強かった。ソシュールの一般言語学の見解が公表されたのは19世紀も末のことだったが、その主張としての共時性の強調、言語活動は本来何ら歴史的次元を要求しないこと、これは共時的であり構造であること、その象徴的記号的性質によるのではなくては機能しないことの主張に死の見地の断固たる新しさがあるし、最も力強く説得するものがあったのだ。歴史的というのを拒否するのではない、むしろ言語を裁断して孤立的な要素要素に解体する生き方、歴史を機械化する見方こそ大いに批判されなければならない。時間時期年代は進化の納印ではない、ただそれの枠に過ぎないのだ。フレデナンド・ソシュールを一方のボードイン・デュ・コートニーを他の一方の先駆とした悪鬼として発祥したと言われる構造主義言語学の重要題目として掲げられる共時性、言語、構造の概念は、この学科の特質を集約的に象徴的に顕示するものとみられる。1、共時性、所要の言語の同一性、同じ等質状態で現れる一切を結びつける語法の各章の内部で、諸要素の絶対完備の数を調べる、厳密にそれに縁のないものは除いて。2、言語、共時的研究で同定された言語の統一性を設定するために、本質的で抽象的な方の最小数のもとに、与えられた一切の編集、それはこの方の実現と考えられるものを結合する。そうするのには、特に選定した見地から重要と認められない、または当面の問題に無縁な、適切でなく純粋に個別的となど思われるものの一切を、一時的に思い切って無視してかかるのだ。3、構造、同一性と統一性とを認められてくる一個の言語の 全一体へ投入するために同一化され、統一化された要素要素の間に構造で必然で従って本質的なあらゆる相関関係を定立する。このように構造主義の考慮を掲げたブローデールは、構造、ストラクチャーの概念が当時の心理学で今日の問題として疑似認定に上ったゲシュタルトに他ならないことを明言している。もとよりこれはそれに同意語として挙げられた英語のパターンとは両語の上で重要な相違があって、最新には区別されなければならないが、引用されたクレパレードの説明が中では一番その意を得たものと言えよう。
とにかく構造の真意をゲシュタルトトリエに言うゲシュタルトの理念の未開のうちに求めるべきことがここに示された。社会科学、宗教史、経済学等々の分野に科学思想の同じ流れが次第に著しい勢いを得てきたと言われるが、言語科学にあってはすでに十分に結実の段階に進んでいると見られよう。言語のうちに一つの構造を見るところの、またそれの一切の分離の基準を構造から作り出すところの言語学が、構造言語学なのだという時の構造主義の主張は、この旗印を掲げる人々の根本的な了解事項となっているはずだ。その点では近似のアメリカ言語学の場合にも例外はないと思われる。ただアメリカはアメリカなりに一つの方向を見出しているように見えるその構造言語学が、どんな意味で学的成長を遂げているか、どういうところにその特色を表しているか、そうして構造言語学のあるべき姿がどんなにそこで反映されているか、少しこれらの疑問を解禁してみたい。思想に満ち、創建に豊かなソシュールの言語学講義は多くの問題を提出して様々な論議を巻き起こしたが、それに対比すると、同様に言語学の科学化を目指して進んだアメリカ言語学会の代表、ブルームフィールドの著作は、一面その技術的な精密さと、多面その哲学的裸体とによって、著しい対象を示している。言語そのもの、即時的かつ工事的に見られた言語こそ、唯一な本来の対象だったとする点では異論がないとして、余裕を蓄え展望を持つあの一般言語学の先駆者の予言的風格に対して、これは行動主義心理学に持つ、もう付きまとって批判の種となっているような、精密科学への請求な、あまりに請求な自己限定とは言えまいか。言語学者の任務は一体何か、言語という対象として何を捉え何を記述するのか、言語それ自体というのにも観点の違いによってズレが出てくるし、定理がある。それからそれを記述する仕方にもそれぞれの流儀が現れる。言語の特徴の相対を分別し、記載することのできる、そして同一の語句で記述することを可能にする手立て、道具を作り出すところに科学者の仕事がある。言語学的技法が大切なことは多言を要しない。さらに言語活動は発言者にとって何かものを言う働きとして現実の行動の一翼を担う。その働きの目標、述べ伝える何らかのつもり、その言われる何事かとはまさしく何だろうか。意味の問題、象徴化の問題がここに提出される。この問題に当面して次の一時は間違いのないところだ。何か規制の枠の中に見出されるような、または姉妹科学の中で提供される支柱や手づるのようなものを払いのけてしまうこと、自家の考えを直接に対象に基づいて築き上げるために、言語についての先見的見解を全て排除すること、言語を歴史の線に沿って営んだり、ある立場の心理学に習って考察したりするような生き方は、自覚的にするにしろそうでないにしろ、生産してしまわなくてはならない。言語活動の科学がその範を求めるとすれば、それはむしろ数学や機能的学科に求めるべきで、そうした客観のうちに選び出した諸性質の構造に定義されたものの全体へと導くことによって、研究対象を従前に合理化するというような科学をこそ目指すべきだということは、この科学がますます形式的になる方向へ進むということで、少なくとも言語活動が観察可能なその形の相対に存するという意味でそう言われる。分析の道は、身近な言語表現、自国語などから出発する。括弧の発言をそれの構成要素へと厳密に解体し、さらに分析を進めて、一層単純な単位へと各要素の解体を遂げていくが、その操作は当の言語の互いのけじめのつく単位を取り出すところに目標を置くもので、そこに方法上の根本的な変革がすでに見られる。以前はというと、客観的に忠実にということになれば、書を丸のまま受け入れて、書き言葉には用字法の規約を手もなくあてがうし、話し言葉には長音上の細かい点まで詳細な記録を試みたものだったが、今では分析の進んだあらゆる水準全ての段階で、それらが互いに区別される際を示す限りで、要素要素を同定することに努める。こうした諸要素を認定するのはどのみち容易な技ではないが、この原理から次のことがはっきりしてくる。つまり、ある一つの言語の中には、もろもろの際だけしかないこと、その言語が分別の過程の全てを役に立てていること、中から取り出すものは、意義的価値を与えられた特徴だけで、それを独立してしまった後は、変異だけしか代表しないようなものは捨て去ってしまう。こうして大いに単純化されて、内的体制とこれらの形式的特徴の整備の諸法則が認められるようになる。それぞれのホネメなりが、おのおの他のものと関連し合い、
それとそこで愛異なるとともに愛を補うべ括弧のものが他を限定すると同時に他に限定されるという間柄を持つ。差別の可能なことと互いに連帯することとは関連した条件になっている。そう、これらの構成要素は序列を整えて結び合い、それぞれの言語において特殊で独特な配置を営む。こういうのが構造なのであって、構造として形作られている一つの全体がその成分たる部分に各自の存在理由を設ける授けると言われるように、部分たる要素要素は全体によって立ち、全体において地位を与えられ、全体に没入して働く。このように概念された構造は現代言語学において一つの中核的項目であり、考量的価値を備える題目に他ならない。ヨーロッパにおける一般言語学での構造の意味は、各部分の全体へと結成される体制化と、全体における相互に規定し合う部分部分の間に立証される連帯性とに汲み取ることができる。ところで多くのアメリカ言語学者たちにとっては、要素要素の配置の模様で確認されるようなもの、また諸要素の連合または交換の能力を指すところに構造の語が当てはまる。そのあたりに考え方のズレがあらわになっているのではないか。構造言語学の表現が違った解釈を施されることになり、その違いが元になって、それから導かれる操作があられる場合に同じ方向へはいかないという始末になる。ある言語事実のうちに政治を見出して、構造の名のもとにこれを記載し、分解して本質的要素を取り出し、それらの要素の括弧をその全体の中で占める地位により、またこの同じ地位で可能とされる置き換えと変異とによって決定しようというところにブルームフィールドの流儀がある。構造の構想に付帯させて、トルベツコイが取り上げる釣り合いとか傾向とかいう考え方は、事態の実りを約束することが明らかなものなのだが、アメリカ流の見方からすると、これは目的論に遅いされたものとして科学から締め出されなくてはならない。実は言語体験の発展という事柄を理解させるゆえんの、これこそ唯一無二の原理と言うべきなのだが、つまり言語の状態はまず第一に一つの構造の各部分の間のある釣り合いの結果で、その釣り合いは決して一つの完全な総称に終わりはしない。音声機関の非総称という事実からも、非総称性は言語の原理そのものの中へ書き込まれている。ある一局部へ加えられた変動は全体の他の局部の関係にも影響して、これらを反発の仲間に引き入れるし、こうしてやがて新しい編成を来たし、階層を結果するというのが、要素要素の間をつなぐ連帯性に他ならない。構造は共時性において存立するとともに、通時性についても見出すことができる。ここに歴史とは構造の歴史に他ならない。通時的分析は、つまり時を異にして相続く2つの構造を捉えて、前の体系のどの因子が後の体系の内部に生じた解決をもたらすように作用したか、またはそれを妨げるように作用したかなど、それらの因子ないし性素の相互の間の関係を見極めるところに成り立つと考えられる。こう考えることによって、ソシュール以来しばしば対立した通時性と共時性との間の葛藤も解消される。言語における形態的変化、語形変化の歴史がこの観点から試みられるとき、かつての歴史主義が示し得たところとは全く趣を異にする新しい認識を持つことができるだろう。あるいはさらに語義変化について、この見地からの考察を施すとき、どのような成果がもたらされたか。変遷はその個々の要素の上に加わるのではない。実に意義の場を変化するのだ。それは思考の体制化の場、概念分布の場、さらには言語の体制化の諸事実の場に他ならない。体制的全体としての構造という概念には、全体の構成要素の間における階級性の成立が考えられるのは当然だろう。ヤコブソンの検討はその事実の一端を明らかにした。子供における語音の習得において見出された順序は、失語症で喪失する語音の順序と正反対になっているという事実、すなわち子供が最後に学習した語音は失語症では最初に失われるものだし、失語症で最後に消え去るものは最初に子供が聴音し始めるような語音だという関係において階級的構成の実証を認めることができよう。このように体制的全体の結構を明らかにする分析の手法は、因子への解析ないし条件分析に他ならないもので、当面の言語を一つの全体として捉えて観察し、適宜にこれは制御し専用することによって生じる結果を検討することを要するから、そのような能力を備えている者にとって初めて運用が可能になる。そのためには生きている言語が自由に提供することのできる広範な分野と確実な事例とが必要で、これを厳密に処理して探究を進めることになる。書き言葉でも話し言葉でも、とにかく原稿の生きた言葉がこの資格を十分に備える。そのうちで話し言葉が優位を占めることは当然だと言えよう。困難で変化に富むアメリカインディアンの言語の主事を手掛け、
それを記載しそれを分析する必要に迫られて、技術的方法に工夫を施し改良を加えてきたことが次第に実を結んで、ここにアメリカ技術言語学が完成形成したが、学理の面についても見解を更新するところが多いのは当然と言わなくてはならない。古代言語の記述の部面までもこの革新の機運を発揮した。いわゆる比較言語学の手法で獲得された知見を新しい学理に照らして解釈をし直すことも不可能ではなくなってくる。特定の一言語を取り上げてそれについて体系的記述を試みるのにあたり、以前には見られなかったほどの綿密な技術上の心配りで仕事を進めていくというのが近年優勢になった研究の流儀で、著しい傾向として目立っている。部分的にしろ相対的にしろ一種の言語を取り扱うのに方法論的に周到な手順を尽くすという風潮が特徴的になってきたが、これは研究手続きを徹底的に正当化することが言語学者に向かって要請されているという感じ方から来ている。操作の合理化を図って科学方法論的に卒のない手法を暗示するのに屈伸する。用語の改変もそれに伴って行われるので、理論的立場によって独特の用語が作り出され、初学者をまごつかせる。分析を施すのに、意義の方面には関係なしに、形式的基準だけに頼ってやっていく。この方針が確認され、力強く推進されているのはアメリカで、形相問題の種にもなった。これを規律して方法論的体系を与えるものとして広く推奨されているのは、ハリスの近所だが、その中で、音素と形態素等それらの配置の形式的条件に従って取り出す手続きが一歩一歩詳しく規定されている。これをその方向へさらに推進させることはもはや困難なほど、これはこれでがっちり組み立てられている。だがこの洗練された特殊化された方法が言語学の従前の使命を達成させるのに合議的であるかどうか、この種の方法の特技を身につけた研究者たちの間で構造の名のもとに取り扱われるものが何であるかは吟味を要するところで、分布の図式の種々がどれほど厳密に定立されたからといって、それが本来の構造ではないことに大いに留意を促したい。一つの言語は、一年の口述的テキストの分析によって取り出された音素や形態素の集団蓄積で記述されるようなものではない。意義の面を言語から締め出すような態度によって、言語学者が科学的厳密さを勝ち得るための資料的解体の方法、転写の方法は、最初から範囲を狭く限定して、その内部だけで完全に操作を施すような目的転換の誤りを犯す自己満足ではないのか。言語的分析が科学的であるために、意義から引き離して、もっぱら要素要素の定律と分布とに問題をかけるべきだという。意義とか意味とかいう主観的で各地しがたく、分類不可能な要素を除くことが、科学的な方法に課された厳密さの条件だとする。これこれの発言が、しかじかの客観的事態に適合すること、また同じ事態の再現が、同様な発言を発生させるとき、両者は相関関係に置かれると確認すること、そうしたことぐらいがせいぜいのところだろう。形と意味との関係はこうして言語表現と発言自体との行動主義理論的関係へ帰する。その見地からそうした心理学の術語で、自体、刺激条件が定立され、表現がここでは反応でもあり刺激でもあるという地位を与えられる。で、意義とは実際的に言うと、つまりある種の言語的条件付けということになる。ある言語形態の意味とは、話し手が発言を営むところの事態と、それが聞き手に引き起こす反応だとして定義されるというとき、そこには行動心理学者の口ぶり以外の何者をも見出すことができない。ところで発言自体はどう分析されるか。現在のところ社会的諸事態を測定するための、また諸事態を構成部分から形成する要素的なものを同定するための方法は、一つも損しない現象で、実情で、この社会事態の中で突発する、またそれに相応する言語表現を、その発言自体の構成部分に対応させ分析するわけにはいかないところに困難な事情がある。言語の分析は、ただ発言をバラバラな要素要素に分解することによって遂げられるものではない。発言の諸部分を形式化する流儀は、またもや言語のモザイク化を招くことになろう。機械的に操作することで、構造の従前の理解に達することはできない。経験的言語はそのそれぞれの水準での象徴化の結果であって、核の段階における構造を作っている。こういう見地からすれば、言語的所与は、それから本質的部分を分離するより他にないような第一次の所与なのではなく、それはそれですでに一つの複合的全体なのだし、その価値は一面各要素に特有な諸性質から、多面それら要素の正常な諸条件から、さらには客観的事態から結果する。ところで、種々の記述の方と種々の形式化の方とが考えられるが、全てはそれの対象となっている言語が意義を担っていること、そのことによってこそ構造されているのだということ、
それからこの条件こそ多種の記号体系の間で、とりわけ言語の機能にとって緊要なのだということ、そういうことを必然想像しなくてはならない。文化はそのバラバラな諸要素に分けて、どうなるかを考えるのは困難だ。一つ一つの言語の中におけると同様に、一つの文化の中で象徴記号が数々存在するが、それの相互間の関係を定立するのが重要で、ここまでは文化の科学が粘り強く実質的にやっている。さて、文化の道具立ての中で、どんな型の形式的構造を取り出すことができるか、将来の問題として研究が期待される。象徴的な形態を持って操作する諸科学の全てにとって、象徴の諸特性がどんなに必要かよく分かっているはずだ。言語の中での複合的過程を一層よく解明する。多分他の領域でもそうだと思われるが、そこへと達することを可能にするのは、諸象徴の分析における進歩による。そして行動の構造が無意識なように、これの機能の仕方が無意識なのだから、心理学者と社会学者と言語学者とか、この研究のうちに力を合わせてこそ、初めて効果を収めることができるだろう。ある一つの言語構造にはどんな社会構造が対応するか、また一般的に社会構造の変化がどうして言語構造の変化で表現され翻訳されるか、ということを決定する必要があると、1906年にすでにミレーが説いた。いくらか試みられたものの、この番組は実演を見ずに今日を呼んでいる。言語と社会と系統的に比較しようとすればするほど不一致が目立ってくる。同じ文化の社会に異質的な言語が行われていたり、ごく近似している言語が全然別種の文化の表現に当たることもあるという始末。試作反省をさらに進めると、一方言語の他方文化の分析にまつわる諸問題や、それらに共通な表現の諸問題に直面する。つまり前述の難問に突き当たる。とはいえ、ミレーの指示した研究の計画が実現されないだろうというつもりはない。問題はむしろ言語と社会とに共通な規定を見出すところにあるし、一方なり他方なり比較されるのに役立ち、そこで相互依存を引き立たせるような諸単位を決定しながら、この2つの構造を支配するような原理を見出すところにある。実は問題を少し変形することで、この問題に容易に取り掛かる道がある。言語の中へ投影された文化の姿の研究なので、実際には辞書に限られる。そうなると問題が言語構造ではなくて、その語詞の出来に関してくる。これはそれとしてごく豊富な材料なのだが、見かけによらずごく少ししか検討されていない。多数の業績、とりわけポコーニーの企画辞典、またはインドヨーロッパ語領域においてのバックによるノーションズの辞典のようなものに資料を提供するところの巨大の貯蔵を今では人々が利用する。歴史的意義における変異の研究は他のこれも有望な治療域だ。その理論的な側面や社会的なり歴史的なりの側面における語詞の意義学における重要な著作が捧げられている。スターン・ウルマン。増加していく経験的事実の集積から恒常的なものを引き出すところに困難がある。その恒常的なものこそ辞書的意義の理論を構成することを許すものなのだ。これら諸事実はあらゆる予見可能性についていつも挑戦的なように見える。もう一つの他の見方は、表現に関する信念の作用が多数の疑問に答えるが、そのうちのいくつかが研究されている。言語的タブーの重要性、ミレー・ハーバース。強いて語る事物に対しての話し手の態度表明のための言語形式の変容、サピア。表現の儀礼的階級性というような事柄は、言語の使用における社会的行動と心理的条件付けとの複合作用に光明を投げかける。そこへ来ると、あらゆる意味における様式、文体の問題に包着する。ここ数年来、相異なるが同様に注目すべき諸傾向の研究が、同様の様式の仕方について施されている。この段階の探究が意識してかしないでか、とにかく美学的、言語学的、並びに心理学的な性質を兼ねる基準を運用するだけに、研究は言語の構造とその刺激作用の能力と、それの引き起こす反作用と同時に持ち込んでくる。記述が印象的なことが多すぎるにしても、これらの感情的内容にも、それを引き起こすつもりにも、それからまたそれに道具を提供する言語にも適用できるような方法をとにかく確立することを努める。そこでは言語の辞書的な及び語法的な原生に関する研究と同様に、語詞の順序に関し、語音の質に関し、リズムや抑揚に関する諸研究をやって歩みを運ぶ。ここでもまた心理学が大いに力を貸すが、それは単に分析の中にいつも含まれる感情の値のためばかりではなく、
それらを客観的にするために暗出された技術のためでもあり、すなわち早期のテストやオーディションからあり、色調の研究や母音の音色についての研究などがある。これらすべては前後を追って判読ができるようになる一個の象徴主義だ。言語構造が実現された言語に内在的に据えられるとみなす一つの体系的な立場が、おのずから別の動き方として注目される。ギルメの心理学にあっては、心理言語学にあっては、こうして体系的構造がはそれを外に表す使用の諸事実からあらわになるとする。イエレスムルがグロッセマティークの名のもとに進展させようとする理論は、言語的宇宙の探求の用具というよりも、むしろ言語の論理的模型と定義の集団との建設だ。その中心思想は、概して言えばソシュール流の記号収入の考えで、表現と内容、ソシュールの言う脳器と初期とに相当するが相関的な両面として立てられ、その括弧は形式と実質とを含む。その進路はここでは言語学から論理学へと向かっている。厳密さを気にかける言語学者たちが、彼らの形式的操作に対する記号論理学、近代論理学から通路と道具立て度を借りてこようとするその瞬間に、論理学者たちは言語的表現に注意深くなり、そしてバートランド・ラッセルに、またビトゲンシュタインに引き続いて、いよいよ言語の問題に関心を寄せてきたというありさまだ。彼らの道には互いに出会わないというよりも、むしろ交差していて、言語活動に気を取られた論理学者たちは、いつも話しかけるべき相手にぶつからない。実際、言語研究に科学的準則を確立しようとする一派の言語学者たちは、好んで数学の方へ傾くし、むしろ功利主義的方法よりも転記方式を求めるし、ある種の近代的技術の魅力に とかく容易に引きつけられる。記号論理学の操作のある種の手順を言語学へ適用する方法へに反省を加えるのが、一層実りの多い仕事になるだろう。論理学者の方は科学の体現される発言、言明の持続するような心理条件を探索する。日常的言語活動は多義で不正確で不明瞭だとして、論理学者はこれに信頼を置かずに、科学専用の全然記号的、象徴的な言語を作り出そうとする。だが言語学者の方では、まさしくこの日常の普段の言語活動こそ対象とすべきものなので、これを与えられたものとして受け取り、それの全体的構造を検討するということになる。言語学者は彼の定立するあらゆる等級の言語種類の分析の中で、集合論によって洗練された道具立てを試みに利用することに興味を持ち、それらの種類の間に論理的記号化の管理に属するような諸関係を想定することが可能かどうかを見ようとするだろう。すると、一個の言語の体制を支えるような論理学の方に関して、少なくとも何らかの構想を抱くことになろう。日常の言語活動に固有な諸関係の方と、科学的記述の言語活動を特色づける諸関係の方との間に、本来的な差別があるものかどうか、つまり動作の言語法則活動と知能の言語活動とか互いに関連し合うかどうか、それがはっきりしてくるだろう。一方は記号論理学の式述で転写されるが、他方はそうではない。そうはされない。という点を立証するだけでは足りない。一方も他方も共に同じ源泉を持ち、共にまさしく同一の基本要素を含むというところに事実は現存する。この問題を提出するものこそ言語なのだ。日常言語が思考の用語として不適格として哲学的施策から追放される代わりに、むしろそこに健康に考え抜いていく地盤が提供されて、いわば幾世紀のサビのついた言葉の魔術的使いこなしから隠れて、自由な歩み方を始めるための足がかりとすることができると悟るとき、言語と思想の問題は新しい角度から見直されて、全く別個な景観を呈するようになる。特に実践哲学の領域においては、このことが問題になってきたのは、偶然とは言えないと思う。イギリスの哲学者たちの間に、日常言語からの哲学が真面目に論議されているのは注意すべきだろう。倫理学の課題において人間的行動が当面の対象となるとき、日常言語はそれぞれの程度で行動者の意図、つもりを反映する有力な資料として取り上げられるべきだが、それは概念としての誤信の問題などではない。意欲、感情を如実に表現する言語活動の機能的な面において考察することが要請される次第だから、記号化された、または記号化することのできる論理的関係の認識的取り扱いとは、おのずから次元を異にするものでなければならない。いずれにしても言語学から関連的な構築を退け、形而上的な論説を追放するに努めて、
厳密な方法のもとに科学的な体制を整える方向に進んでいるのが一般的傾向といえよう、諸方面からの注文と方法を暗出しつつ、これを適用して異論のない手順で記載し分析することの要請とで、言語学研究はますます容易でなくなってくる。言語構造の特殊性をそれぞれの言語について検出するに至れば、各自の特色を持つそれぞれの一個の言語学が出来上がる。特有の内的結構を備え、内的法則性を増して、全体として機能するというのが、体制的全体たるものの特質で、言語構造もまさしくその特性を示すわけだから、その法則性をあらわにする科学的体系も それぞれの独自性を備えて成立するのが当然と言わなければならない。しかも言語活動はやはり人間を通じての営みであることに間違いない。人間のうちでこれは精神生活と文化生活と、さらに同時にこれらの交互作用の用具の実存の広場だ。別個の言語科学が次の3公式の諸項の上に築き上げられる。いわく言語、いわく文化、いわく人間像、ペルソナルテ。言語活動はまた厳密に客観的な研究の資料となる発言されたままの音韻集団のうちに、持続的にすっかり保たれていると見ることもできる。そうすると言語は観察可能な所要の分析によって解けられるような残りない記述の対象となる。ところがそれと反対に、記載可能な発言に実現されるこの言語活動を、隠れた下部構造の偶然の現れと受け取ることもできる。すると言語学の目的は、この複雑するメカニズムを探り出して明らかにすることになる。それからまた上記の要素の内部関係でできた種々の並べ方の集団のように、言語活動は恒常な部分の組み立て遊びで作り出す構造に損すると見ることもできなくはない。もしそうなると、これらの要素の間に可能な結びつきと、その結合を支配する一般的な法則との理論となるだろう。さらにまた精神生活も社会生活も共に包含する一般セミオティークの部門として、言語活動の位置研究が可能と見られる。そうなると、厳格な形式化と半然とした超言語との助けで、言語学者は言語的象徴に固有な本性を提示する立場に置かれるだろう。以上の列挙が全てに行き渡っているわけではない。もっと別の考え方もおそらく現れてこよう。ただここで指摘したいのは、前期の原理の論議と承認との背後に、全ての言語学者がはっきりと見極めているとは限らないのだが、対象の所在と方法の性質等を決定する先入的なえり好みがしばしばものを言うことだ。言語現象の諸々の無限の別異性の中にも、一同の規格を見出しつつ、科学としての言語学、しかも経験的事実の学でなく、諸関係と諸推論との科学としての言語学の規制が、確かな地方を打ち立てるに至るまでは、これらの種々の異なる理論学説が並立し共存することは、とかくありがちのことに過ぎない。The Recent Trend of General Linguistics Summary Since language study on historical principle had reached its climax, the 20th century has witnessed a remarkable change in this field. The birth and growth of general linguistics. In this article, the present day trend of the discipline in America and in Europe is compared, and the structural viewpoint with considerable deviations in either side is mentioned. The methodology is exact science is followed as a model by some American linguists with painstaking procedures in analysis, but their mechanistic way of thinking and behavioristic mode of approach leave many issues unanswered, especially those concerning the problem of signification. Renewed approach to the question has many difficulties to overcome in order to reach its scientific destination.